はい、ヤフーチューブどうもナクです。さて今日もねヘアスタイルを見ていこうかなと思います。またオーダーもいただいて、さっきオーダーがいろいろと重なるんですけども、海外の人が結構多いんですけども、ベッカム、あのブルックリン・ベッカムの長男の方ですね。ブルックリン・ベッカム、あのデビッド・ベッカムの長男だね。モデルさんと元サッカーやってたのかな、少しやってて、うん、の方のヘアスタイルをいくつか見ていこうかなと思います。はい、お題いただいてね。で、まずこの髪型だね。うん、まあ、まあ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 サイド、刈り上げ、センターパート。以上って感じ。サイドだけね、刈り上げは。サイドだけ刈り上げて。だから上が長い状態。うん、で、襟足も別に刈り上げてないから、襟足もギリギリまで詰めて。っていう感じのセンターパートです。うん、で、ジェル仕上げなのかな、うん、だと思う。ジェル仕上げだね。で、前髪立たせる、なんかよくその前髪立たせるとか、まあ、このボリューム感出したりとかっていうのも結構あるんだけど、こういう前髪立たせたりとかするバランスなんていうのは全然難しくなくて、まあ、よくあるじゃん、その、ダッカルみたいなあれでピタッてここだけピタッて止めて、ここだけ、女性とかでよくあるじゃん、ドライヤーって言って、だいたい外したらここボリューム出ますよみたいな。そんな難しい人は、もうドライヤーとかをドライヤーでバーって乾かすときに、前から全部バッと乾かして根元の方グーッとこの辺上げて、こめかみの部分まで全部ガーッて上げちゃって、上げちゃって上げちゃって上げちゃって、もう外せばここふわっと根元がグッと起き上がるから。で、ジェルとかワックスとか、これ何回も言うんだけども、ジェルとかワックスとかでこう立ち上げよう立ち上げようとか、ワックスとかでこうグッとやろうとかって言っても、立ち上がれば立ち上がるよ、多少立ち上がるけども、どんなセット剤、ハードスプレー、まあハードスプレーまで行くと違うけど、もうセット剤とかワックスジェルとかでやるよりも、ドライヤーの熱でしっかり立ち上げる、根元を立ち上げた方が一日のもちが全然違うから、うん、これはどの美容師でも絶対言うと思う、うん、絶対セット剤よりもドライヤーの自然な風の当て方とかでこう根元を立ち上げた方が絶対持ちがいい。で、なんかこういうさ、こういうブラシあるじゃん、あるし、何でも家にあるブラシなんでもいいんで、例えばブラシでグッてこう持ち上げて、ここをグッてグッて頭グッて後ろにやって、でドライヤーグッてやって、で後ろにやってあげる、後ろにグッグッグッて、横も斜め後ろにグッて上げてあげる、こっちもグッて上げてあげる、ドライヤー当ててあげる、それだけでも根元立ち上がるから、うん、でそれに対してジェルとかワックスとかをつけてあげると、ちょっとこうボリュームが、ここのボリュームがふって出やすかったりとかしやすいから、まあ、それでちょっと解決は少しするんじゃないかなっていう気がします。うん、あとは若干パーマかかってるかもしれないね、少し、うん、若干パーマかけてやってると、そういうバランスもより近くなりやすかったりとか、バランスが取りやすくなるっていうのが一つあります。うん、実際難しくはないカップ自体は。うん、はい、でこの時ですね、うん、若い時、もっと若い時、この時なんかもう本当に上の部分だけ残してるじゃん、もう上の部分だけ残してる2ブロックショート、まあこれ海外の人多いよね、海外のアーティストとかさ、モデルさんとか多いけども、このバランスはもう
よく言うね。この外人ラインでね、この辺の外人ラインからがっつりここまで行っちゃって、そう。で、この頭の一番高いところあるでしょ。一番高いところ。ここだけ残す。もうあと全部切る。こっちも後ろも切る。ここ、これね、これ。ここ、ここ。ここを切らないと、こうはならない。うん、がっつり。これはもう何度もどのヘアスタイル、外人の人の話も言ってるけども、ここを切らないと、このバランスにならないけども、ここを切るのがやっぱり怖いんだ、みんな。うん。がっつり短くするのが。うん。それはバランス的にやっぱり、ここまでいけないよな、みたいな。やっぱちょっと怖いよな、みたいなところもあると思う、多分。うん。でもここまでいかないと、このヘアスタイルにはならない。うん。でもちょっと四角く見えるんだよね、前から見たときに。うん、要はこのこめかみのさ、ちょっと上の部分、この外人ラインを上げてここまで来るから、結構ここだけグッと、ちょっとここ 上が四角っぽくなるから、で、ここ横もないから縦長に見えやすくなるっていうのがあるから、結構外人のバランス的にはいいんだけども、日本人とか僕みたいなおもながらの人はなかなか難しかったりとかする。顔がちっちゃいとやっぱいいけどね。うん。あと、おでこが広いとバランスがやっぱ綺麗に見えるよね。うん。で、なおかつ、後ろから、前髪、後ろから前髪、後ろから前髪がこう、なんていうの、長さが出る。まあ、要は図で簡単に説明すると、この辺が例えば、ごめんね、ここが例えば2センチだとしましょう、後ろの髪の毛。そしたらここ5センチあるとか。後ろが短くて前が長いっていうバランスのスタイルです。うん。極端な話ね。うん。全部が2センチとかじゃなくて、全部が5センチとかじゃなくて、後ろが短くて前が長いっていうバランスにすると、こういうヘアスタイルに近くなる。っていうのが一つあります、うん。カットしてしまえば簡単なんだけども、要は、このヘアスタイルってその、誰もができるんだけども、挑戦するかしないか、そこまで切れるかどうかっていうのが、うん、肝になってくるというか。なので、まあ、できない人は できない人っていうかさ、そこまでやらなくてもいいかなっていう人はやらなくていいし、やりたいっていう人はやってもいいしっていうような、バランスかなっていう気がします、僕は。うん。まあこの時なんかは、うん、もう同じだね。それが長くなってきたっていうような感じ。うん。まあ足巡りって言ってるけど、これは別に両サイドを買ってるじゃん。両サイド買ってどっちかに流してるっていうだけだから、別にアシンメトリーっていうわけじゃなくて、まあオールバックにすれば同じなんだけども、アシンメトリーにセットしてるっていうような感じです。別に、うん、難しくない、うん、長ささえ、長さがね、前髪っていうか横だね、横が、横髪に3分の2の長さぐらいまであったら、まあ全体的に長くなってくるんじゃないかなっていうような気がします。うん、これが全然難しくない、もうこれだけでいいと思う。うん。だからこれやって長さの、もうこれやって早速これ伸ばそうって言ってこれになるっていうのが、まあ理想なのかもしれない、バランス的に言うと。うん、全体のバランスで言うとね。うん、だからそんなも難しくないけど簡単です、バランス的には。はい。で、最後、親子で出てるヘアスタイルですね。うん。まあ、この時のブルックリンなんかは、めっちゃ普通にただのロン毛でしょ、これ。サイド買ってんのかな？サイド買ってないね。サイド買ってない。もう普通に僕みたいな感じ。僕のちょっとボリュームここ出してるみたいな感じだから、本当にただの、ボブフェイスのロン毛。
うん、で横だけこうジェルでピタッと止めて、でここだけボリューム出すような感じにしてっていうような感じ、襟足外ハンデにしてっていうような感じだから、ちょっとパーマかけてもいいかもね、全体的に、うん、難しくない、これもただ伸ばすだけ、伸ばすだけ全体的に。僕もこれ横の髪の毛今だと結構長めまで、ボブベースまで長くなってるから、それをもう全部オールバックにして横ピタッとして上だけ上げて襟足パーマかければ全然問題ないと。まあ外ハンデにストレートアイロンとかしてあげても全然いいけどね、バランス的には全然難しくないです。うん、でちなみにこのベッカムね、ベッカムなんかも、もうこれも、まあ、昔のベッカムヘアまではいかないけども、サイド短くしてね、まあ、ここからちょっとベッカムになるけども、ベッカムなんかはもうサイドは刈り上げの、完全にソフトモヒカン、うん、まあこれもジェルとかワックスだけで全然いいんじゃないかなと思う。まあ、ベッカムだから似合うっていうのもあるけど、さすがに結構難しいけどね、このバツってぶつ切りで、うん、なんかおにぎりみたいになっちゃうな、下手したら。これもこのベッカムもさっきのこのブルックリン2ブロックショートのここ、これない、ここない、ここなくて上だけ絶対長いパターン。だけどもこの場合は2センチ5センチじゃなくて、まあ、2センチ3センチとか若干、本当に若干前が長いかなっていうぐらいの感じで切ってあげると、まあ、こういうベッカムの短いベリーショートになるんじゃないかなと思います。うん、がっつりこのこめかみ上まで刈ってあげるっていうのもポイントなので、そこまでまあ挑戦できるかどうかっていうのはもうみんな次第っていうのもあるので、そこだけ自分の中で考えてやってあげるといいのかなと思うので、ぜひ参考にしてみてください。バイバイ。